はい、どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。今日の本題に入る前に、この動画を見てくれている皆さんに本当にありがとうございますという言葉を伝えたいです。前回の動画の冒頭で、グッドマークでもバッドマークでもどちらでもいいので、皆さんの反応を押してみてくださいというふうにお話ししたと思うんですよ。今までの動画に比べてグッドの数が多かったんですよ。みんな本当に優しいですよね。グッドでもバッドでもどっちでもいいって言ってるのに、みんなグッドを押してくれるんですよ。いやー、本当に嬉しい。動画を見てくれてる方々に私の気持ちが少しでも伝わったんじゃないかなというふうに思えて、私もかなりモチベーション上がってきました。やっぱり動画の配信って一人でカメラに向かってブツブツ話してるわけじゃないですか。動画の構成を考えて、撮影をして、編集をして、アップをして、何も反応がないっていうのが続くとしんどくなる時ってあるじゃないですか。そんな中で温かいコメントをくれる方がいたり、グッドマークを押してくれる方がいると、応援してくれる方や見てくれてる方がいるんだなっていう風に思えるんで、今日も頑張っていい動画を撮影して投稿しようという気持ちになるんですよね。本当にありがとうございます。それでは本題に入っていきたいと思います。本日お話しする内容は、民泊清掃スタッフが一人前になるまでの道のりというテーマでお話をしてみたいと思います。民泊清掃の仕事をマスターするまでにはどれぐらいの期間が必要なのでしょうか。結論から申し上げますと、マスタークリーニングでは研修期間を3ヶ月というふうに定めております。民泊清掃の経験者からすると、そんなに研修期間はいらないだろうというふうに思うかもしれません。確かにそうです。普通に清掃するのであれば、1ヶ月の時間があれば十分に一人で仕事をできるようになると思います。ではなぜマスタークリーニングが3ヶ月もの研修期間を設けているかというお話を詳しくしていきたいと思います。その前に、民泊清掃の仕事について簡単にお話をすると、民泊清掃の仕事は誰にでもできます。何も難しいことはないです。基本となるのは家庭の掃除です。そこにお客様が泊まりに来て、綺麗な部屋であることを大前提とした上で、お客様が部屋の評価をしてくる。そのことを頭に入れながら清掃できる方であれば誰にでもできます。強いて言うならば、ハウスダストが体質的に無理だという方以外は誰にでもできる仕事だと思います。民泊清掃というのは職人の部類に入ると思います。職人の中でも最も技術が不要で誰にでもできる仕事です。重たいものを運ぶわけでもなく、手先が器用な必要もありません。特別に筋肉を使うこともないです。大部屋の場合は大量のリネンを運ぶので、多少重たいものを持って歩くことはあるかもしれませんが、筋肉痛になるまでの要素はない仕事だと思います。筋力に自信のない女性の方であっても十分に働ける仕事であります。手に職というような一部のプロだけができる仕事ではないので、参入は非常にしやすいと思います。ではどんな人が向いているのかというと、対人する機会がほとんどないので、コミュニケーションが苦手なので、人に会わずに自分のペースで一人で仕事をするのが好きという方に向いていると思います。他社の研修期間は短いところだと3日、長いところだと1ヶ月ぐらいの会社がほとんどです。確かに仕事を覚えるだけであればすぐにできるようになると思います。やることはざっくりお話をすると、ゴミまとめ、ダスターを使ってのホコリ取り、水拭き、キッチン洗面所、トイレ、お風呂場などの水回り、ベッドメイク、掃除機がけ、作業完了報告の写真撮り、こんな感じです。今話を聞いただけで、おおよその作業内容は想像ができると思います。新人スタッフに、研修期間って3ヶ月も必要なんですか?というふうによく聞かれます。はっきり言って、必要ないです。しかし民泊は、すべてオーナーさんが違いますし、部屋の形や大きさも違います。収容人数も違うし、ベッドの大きさも違います。オーナーがそれぞれ違うので、細かいこだわりが各部屋違うんですよ。100部屋管理物件があると、100通りの完成形の形があるんですね。これに慣れていくのがとても大変です。ベッドメイクの方法、布団の畳み方、タオルの畳み方、ドライヤーのコードは結ぶのか巻きつけるのか、このあたりまで指示をしてくるオーナーさんもいます。もちろん基本ベースはマスタークリーニング仕様にしてもらえるようにお願いはしますが、これはこうだ、絶対にこうしてくださいというふうに言われると、当然従うしかないわけですよね。研修期間の最初の頃は、システムで部屋の完成形の写真を確認しながら作業を進めていくので、すごく時間がかかってしまいますが、2回目、3回目と同じ部屋に入ると、自分の作業スピードがすごく速くなっていることを実感するようになります。これも体験型の成長と言えるわけです。初めての部屋に入ると、部屋中の確認をしてから作業に入りますので、作業を始めるまでに時間がかかってしまい、無駄な時間が多くなりますが、2回目以降にその部屋の清掃の配車を振られると、現地に向かっている途中で、まずはここから手をつけて、次にこうしてと、無駄のないように、事前にイメージを沸かせることができるんですね。民泊清掃をやったことがある方だったらわかると思いますが、
最初の頃は部屋中を行ったり来たりしてうろ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 して、なんでこんなに無駄な動きばっかりしているんだろうと思ったことがあるはずです。おかしいな、予定ではこの部屋は1時間で終わるはずだったのに、もうすぐ2時間も経っているのにまだ終わっていない、こんな風に思ったはずです。マスタークリーニングの研修期間はとにかく時間を使ってやりすぎぐらいにみっちり教えていきます。最初が肝心で、厳しいことを当たり前にすると後がすごく楽になります。丁寧な清掃を覚えたスタッフが後々スピードをつけていくことはできますが、中途半端な清掃でスピードばかりを身につけてしまったスタッフに後から丁寧な作業を教え込むのは相当苦労します。なんでそんなに細かいところまでやらなきゃいけないんだよという風になってしまうんですよ。マスタークリーニングも今となってはエアコンフィルターの清掃はマストの清掃業務になっておりますが、設立当初は某民泊関係の会社の専属清掃会社だったので、そこの会社ではエアコンフィルターは触らなくていいというふうに言われていたんですよ。立ち上げの当初はエアコンの蓋を開けることもしてなかったんですね。それが我々の民泊清掃のスタートだったんです。元請けの会社から途中からエアコンのフィルターも掃除してほしいと言われるようになり、たかだか2分の作業なんですが、めちゃくちゃ損をした気分になってブーブー文句を言っていた社員もいたぐらいです。それくらい最初が肝心ということなんですよ。今マスタークリーニングで研修に入っているスタッフはエアコンのフィルター掃除は当たり前の仕事という感覚がもう身についているわけです。マスタークリーニングの研修は最初の1ヶ月間は研修担当の助手席に乗り2人1組で動きます。1ヶ月間週に5日から6日で現場を経験してもらい、システムを使っての清掃報告までを完璧に覚えてもらいます。事務所での自分の回収したリネンの仕分けもやります。デュベカバー、フラットシーツ、ピローケース、バスタオル、フェイスタオル、バスマット、雑巾。このような回収したリネンも全て袋に分けて、リネンの洗い業者さんが回収しやすいように分けて片付けます。一連の仕事を覚えてもらい、合格ラインに達したら2ヶ月目からは一人配車で行います。一人で車に乗り、一人で現場を回ってもらい、清掃完了後に見回りのスタッフが確認に行きます。この後に見回りをされるというプレッシャーからかなり丁寧に仕事をするようになります。2ヶ月目まで研修をするとほとんど完成したようなものです。3ヶ月目は2ヶ月目の清掃クオリティを維持しながら作業効率を上げて清掃のスピードを上げていくことに慣れていくという段階です。基本的な研修プランはこんな感じです。出来の良いスタッフは2ヶ月目の途中に研修を完全にクリアすることもあります。全くの未経験からすると3ヶ月の研修期間を設けているという感じです。研修はかなり口うるさく言うので、無事に研修を卒業したら完璧な戦力になります。弊社でみっちり働くと3ヶ月で一人前、半年で清掃のベテラン、1年間で研修係という名のプロ、ここまで育ちます。研修スタッフも数人で入れ替えて教えるので、それぞれのスタッフの特性と良いところを盗む機会があります。ちなみに3ヶ月間研修をしても指摘の多いスタッフは不採用となります。3ヶ月やっても合格にならないスタッフは4ヶ月やっても合格にはなりません。そもそもこの場合は清掃をやっていくという覚悟が決まっていないと思います。心が折れているということですね。無理やりやらせる仕事ではないので、見切りをつけることも大切だと思います。ちなみに今までで不採用になってしまったスタッフは一人もいません。やる気があればしっかりと仕上げることはできます。会社としての研修の合格ラインが明確になっている分、研修を卒業すれば私もかなり信用ができるスタッフに育っているので、オーナーさんや運営会社さんに対しても自信を持って研修をクリアしているスタッフですというふうに言うことができるわけです。あのスタッフはいいけれど、このスタッフの清掃はなというふうに思われてはいけないわけです。マスタークリーニングでは他社からの清掃切り替えの物件や新築の物件は新規の物件というふうに言っています。新規は必ず研修係が対応するようにしています。この時に研修スタッフも一緒に連れて行って新規物件の清掃の様子を勉強してもらうこともあります。やはり新規はリセットの清掃になるので、今まで以上に気を使って掃除をします。このように新規物件を任されるスタッフは会社から信用されているということになります。プラスアルファ、新規の清掃に関してはオーナーさんや運営会社の方が現地に来ることもあります。説明を受けながら清掃を進めていくパターンもありますので、この場合はコミュニケーションが取れるスタッフではないと対応することができません。他の職人さんの仕事と比較をしてみると、ハウスクリーニングで一人前になるのは約1年かかるというふうに言われています。クロス職人さんの場合はおおよそ2年かかるというふうに言われています。民泊清掃スタッフはみっちりやりすぎても3ヶ月で1人前になれるという仕事です。民泊のゲストさんは部屋は綺麗で当たり前だという感覚で宿泊に来ます。だからこそ中途半端な清掃をするとすぐにゲストクレームで再清掃の依頼が来てしまいます。
再清掃はこちらのミスなので、再清掃分の料金を受け取ることはできません。基本的にはクレームを出した本人が再清掃に行くというルールになっています。クレームや指摘が入った時の再清掃の依頼ってめちゃくちゃテンション下がるんですよ。その時に二度とクレームを出さないようにこれから気をつけて仕事をしようと思うはずです。仕事を与えてくれる人たちの期待に添えるように、当たり前の作業をしっかりとこなしていく必要があるということです。日本一の民泊清掃会社を目指しているマスタークリーニングは、万全の戦力を整えてコロナが明けて外国人旅行客が戻ってくるタイミングで最高のスタートを切れる準備をしています。はい、本日は民泊清掃スタッフが一人前になるまでの道のりというテーマでお話をさせていただきました。私のチャンネルではこのように民泊清掃や民泊に特化したお話をしていきたいと思います。何か気になる内容がありましたらぜひコメント欄の方に書き込んでみてください。 Twitter、Instagram、民泊清掃ブログもやっておりますので、気になる方は概要欄の方から覗いてみてください。お仕事やお見積もりの依頼もホームページの方からお問い合わせをお願いします。この動画を見て少しでも参考になったなと思う方はいいねかバットかどちらか押してみてください。反応をください。それが私の次回の動画配信のモチベーションにつながります。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。